はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時半を回りましたね。今日もまったり行きたいなと思っておりましてですね、はい。最近愉快なお隣さんでですね、ネタがなくなりましてですね、なんかこうなんか起こればね、ここで喋れるんですけど、その喋れこれ喋りたいなと思うようなネタがないんですよね。まあ何も起こっていないと言うべきでしょうかね。まあ細かな事件はいっぱいあるようですけども、大きな動きは私から見て大きな動きはないんですよね。はい。で、今週はですね、水曜日が7日でございまして、7日にですね、愉快なお隣さんでは非常に重大な選挙が2つあります。釜山市の市長とですね、ソウル市の市長。これお隣さんの市とはソウルでございましてですね、ソウルの市長選挙というのは非常に重要な、国政選挙並みに重要な試験でございます。で、試験というか選挙でございます。で、まあ、日本では東京都知事というふうに目されるんですけど、日本における東京都知事よりももっと重たいというふうに向こうの人は考えているようでございます。で、釜山市は第2の都市でして、まあ、日本では大阪ですね、の市長選挙でございます。まあ、東京都知事と大阪市市長という、2つの選挙を同時にやっているようなものでして、まあまあ、国としては大騒ぎだと思います。で、この2つの市ともですね、正式に任期が終えて選挙ではなくて、市長は途中で退任をしたんですね。で、両市とも市長は今のムンジェイン政権側の方でございます。で、ソウルの市長なんていうのはムンさんの後継者になるんちゃうかと言われたぐらい有力な人でして、なんと愉快なお隣さんで初めてのですね、セクハラ裁判かなんかを取り仕切った弁護士なんです。その方がですね、女性の味方という売りでですね、選挙に勝ってソウル市の市長をされてたんですけども、なんとご本人が部下に対してセクハラをしてですね、それで告発をされましてですね、で、どうやらその証拠もみんな上がってるみたいでして、非常にまずい立場に追い込まれたんですけども、で、ある日突然と姿を消して、山の中でお亡くなりになってたというようなことです。釜山の場合はただ単に告発されてお辞めになったということでして、非常にまあ与党側としてはまあ、後味の悪い、まあ、辞め方をされた選挙でして、本来その与党共に民主党はですね、そういう不祥事で退任した後は候補を立てないという党則、党の決まりだったんですけども、それをわざわざ変えてですね、候補を立てになっています。だからまあモラルとしてはですね、非常に与党弱いわけなんですね。で、野党、ソウルの場合はですね、野党が2つに本来分かれていたんですけども、統一候補に選と負けんでという話ですね。野党統一候補ができました、割合数になると。で、その野党の統一候補が今リードをしています。で、与党の候補はですね、セクハラでその退任になった後ですから、やっぱりね、日本のあの五輪のね、森のおじいさんの後はですね、橋本聖子みたいにですね、その対外的なアピールがありますので、女性の候補を挙げたんですね。で、これが元テレビ局の局員であってですね、今はなんたら省という大臣をされてた方で、まあ、見栄えのいい女性のおばちゃんですけども、が立ってですね、また頑張りましょうという感じの選挙戦を展開しようとした矢先にですね、ちょっとまずいことがバレました。というのは、このおばちゃんですね、2019年2年前のジャパンボイコットって言った時に先頭に立ってたんですね。先頭に立ってそのジャパンボイコットを推し進めた人なんですけども、その方が確かレクサス乗ったかなまあ、お隣さんではよくあるセルフコントみたいなものがして、もう真面目にコントなさっていただいてるわけでして、で、この旦那さんという方がですね、アメリカ生まれの愉快なお隣さん系の方でしてですね、今は奥さんと、今のですね、市長候補の奥さんと結婚してですね、戻り帰化みたいな感じになってて、愉快なお隣さんの国籍を持った国際弁護士なんですね。
でその国際弁護士の業務でですね、日本とですね、お隣さんを行ったり来たりしてる仕事をしなさっているというふうに言われてます。で、東京の赤坂ともう一箇所ですか、あの2箇所にマンションを買ったわけですね。マンションを買うぐらいええやんと思うんですけど、あの反日の急先鋒でいらっしゃった今の与党候補の旦那さんが要は日本でマンションを買うっていうのはですね、まあ、別にそんなんまあええやんと僕なんか思うんですけども、向こうの国柄としてはですね、それはちょっとあの許しがたい許しがたいモラルハザードみたいなのになってましてですね、かなり部が悪いんですよ。かなり部が悪くって、世論調査通りだとですね、ソウル市長選挙は野党候補が勝ちそうな勢いがあります。で、プサンも同様にですね、そんなスキャンダルは出ていないんですけども、やっぱりあの、与党の人気が陰っていましてですね、今ムン・ジェインさんの支持率が 31.何%とかあって、あの就任以来最低を記録してまして、与党の支持率も同時に下がっております。で野党もですね、まあ、なんとかなんとか上げてきましてですね、まあ、両氏ともに世論調査では野党候補が勝つというふうに目されております。で今日が最後の日曜日なんですけども、まあ、そんなに大きな出来事昨日まで起こっておりませんでですね、その世論調査通りの結果が出そうな感じがするんですが、ここで問題がございまして、去年の4月にですね、日本でいうところの総選挙、国会議員の選挙ありまして、お隣さん一員ですから、その選挙で全てが決まるという、議会勢力の全てが決まるという選挙がございまして、なんと与党はですね、地滑り的圧勝を収めてます。3分の2という議席を確保して、もう何でもできるんですよ、3分の2あると。だからもう好き勝手な法律を今作ろうとしているんですけども、その選挙の結果がですね、開票作業はどうやらあのトランプさんとバイデンさんの大統領選挙のようにですね、いろんな開票面でですね、正確でないような状況があったんちゃうかというふうに言われています。かなり疑わしいと。これはなぜか愉快なお隣さんの国内ではあんまり問題にならずにですね、アメリカ方面からですね、あんが変なんちゃうのって統計的におかしいでみたいなような意見がですね、何種類か出てきまして、私もそれを何回かここで話したこともありますけども、なんか中国製のね開票機みたいなのが使われてるらしいんですよ。でそれがどうもですね、与党有利な結果を出すんちゃうかというような話が出ていましてですね、まあいかにもありがちな、ありそうな、何でもありの国ですから、そういうこともありそうな気がいたします。でその開票機がですね、票を数えますもんですから、この水曜日に行われる選挙もですね、世論調査の結果と逆の結果、つまり与党候補が勝つという可能性もですね、私は十分あると思ってるんですね。そんなやってみな分からんやんということでした。で仮にここで野党候補がね、2勝してしまうとですね、もうムンさん自体もう今人気が陰っておりますし、あと任期がですね1年なんですね、来年の4月まで1年切ってましてですね、1年はあるのか、1年ありますんでですね、まあ、レイムダックと言われるように、まあ、最後なぜあの大人の場合は一期限りという決まりでして、5年の一期限りという決まりなんで、必ず次は違う方が大統領になるわけですね。で最後の1年っていうのは求心力がなくなってですね、大体こうリーッと人気低下してきて、な全然国民がついてこなくなるって、でその時にいや反日やとかって言ってそういうことをやるのが今のパターンだったんですけど、ムンさんの場合は出だしから反日やってやってますので、その反日カードがないんですね。でどうするんだろうと思って、だからもう 何にもできないような状態になる可能性もあるわけなんですね、野党が勝つと。だからムンさんとしては何としても与党候補に勝ってもらわないと困るという選挙でして、何でもありのあの国ですからですね、去年の4月の国会議員選挙の時のようにですね、与党は地滑り的大勝利という可能性があるわけなんですけど、そうなるとさすがに世論は納得するんかなということになりますね。まあ、ただですね、メディアほとんどですね、与党系が支配してます。テレビ局は全部与党が支配しました。一部の新聞メディアですね、中央日報とか、朝鮮オンラインとか、東亜日報とかいうところがですね、保守系と言われてます。まあ、全体から見ると一部です。
ですんで、与党候補が勝ったとしてもですね、与党系メディアはよかったって林立てて、野党系メディアだけがなんか変なんちゃうのというふうに言う可能性で、うまく抑え込まれてしまう可能性もあります。今コロナでですね、人が集まれないという状態なんですね。それを機会としてですね、反政府集会みたいなの開かれてないんですよ。だからおかしいやんこれみたいな選挙結果が出てもですね、あるいは抑え込まれてしまうのかもしれません。まあどっちに転んでもですね、なかなか興味深いなというのが、この7日水曜日投票のお隣さんの市長選挙、ソウルとプサンの市長選挙でございます。皆さんもぜひですね、これは楽しんでいただければなと思います。私もまたここで喋らせていただきます。はい、どうもありがとうございました。